ママくんに会いに来たんだよ。あの時のこと覚えてるだろ。あなたがこんな他人のことを考えない人だとは思いませんでした。まさかアリババくんがバルバット王国の王子様だったなんて。びっくりだろ。俺が一番びっくりしたからな。部下を集めて、武器を集めて、やっとここまで来たんだ。そして今、お前と再会した。アリババ。あれ、この前会ったおじさん。葉っぱの。ああ。君たちは確か。アラジンだよ。で、こっちはモルさん。モルチアナです。そうだそうだ、あの時は驚かせてすまなかったな。シン、戦いの最中ですよ。おじさん、すごいね。え、もう一回言って。おじさん、すごいね。ちょっとあの方に向かって。このおじさん、すごいよ。じゃあもう一人。このおじさん、すごくない？関係者っぽいけどちょっと笑ってるね。だろ、お前ら、俺たちの大将を逃がすんだ。それも一つの判断だ。どうする、アリババ君。逃げたければ逃げればいい。おかしは早く行け。国軍には負けなしだ。それは国軍から情報をもらってうまいことやっていただけだろう。己の無力さもわからないならなおさらお前は愚か者だ。霧の弾は弱い。俺一人に壊滅させられるほどに弱い。お前は勝てない喧嘩に周りを巻き込んで破滅させようとしてただけだ。この俺を霧の弾の仲間にすることだ。外が騒がしいでし。アリババがここにやってくることを知った市民たちが王宮の周りにたくさん集まっているようだね。霧の弾のリーダー解決アリババがバルバットの第三王子であり、単身王宮に乗り込むと聞いたら、そりゃ国民にとって一大事だろう。下がれ。要は気分が悪い。王宮の外にウジ虫がたくさん湧いてる。ふざけるな。自分の国民もそんな風に言うお前に王を名乗る資格はない。絶対にない。バルバットの貿易の権限は全て皇帝国に渡すことにしたんでし。は？何？だから皇帝国が許可しない国とは貿易できないんでし。皇帝国の支配国になるつもりか。支配されるわけじゃないでし。カシムがいなくなったって聞いたけど本当か？姿が見えないと皆さんが騒いでいましたが。お前ら今すぐ来い。シンが皆さんに今日の結果を伝えるようです。諸君、結論から言おう。本日の会談にて交渉は決裂した。はあ？要求は完全に跳ねのけられた。あれ、確かお前昼間は馬の豚にいじめられてたやつだろ。みっともなかったよな。必死こいてはあめてたけど全然聞いてもらえなくて、しまいにはウジ虫呼ばわりされてさ。へえ、チビ面白いの持ってんじゃん。巨大なジンの体なんて俺たちマギにしか出せねえもんな。いいぜ、認めてやるよお前のこと。ウーゴくん、もういいよ。怪我がひどいからさ、上に戻って。サブマド兄さん。誰だ？この国の副王、サブマドサルージャ。副王は人前にはめったに姿を見せないって聞いたわ。そんな人が何しに？国民の担保に入れる制約の調印式も行われる予定だよ。ドキドキ。副王様、あなたはそれを止めてほしくてここに来たということですか？そうだよ。やりましょう。私たちでそのふざけた計画を止めましょう。お願いだアリババ。確かに彼は自信がなく見えるところがあるかもしれません。でもかつて奴隷だった私を救ってくださったのは他でもない彼でした。だから私は思うのです、この国を救うのもあの人だって力が必要なんだ。この国を救うために。よし、いいだろう。あいつを俺が、俺はバルバット第三王子アリババサルージャだ。この門を開けろ。もっともっと燃えちまえ。
腕ごと炎になる。できた。これがアモンの剣。失礼、私はまだ国王様のお顔を存じ上げないの。一体どなたが国王様なのかしら。世である。え、世で。姫君。みんな突然のことで戸惑うかもしれない。共和制とは自分たちで自分を治めるということだ。でもそんなことはもうここにいるみんながすでにやっていることだと俺は思う。重税、貧困、圧力、さまざまなものと戦いながら今日まで自分と家族っていう小さな領地を守り抜き、それを治めてきた人たち、それがここにいるみんなだ。だがその苦渋を強いてきた王族、貴族たちはもういない。